はい、どうも皆さんこんばんは、サラです。じゃあ本日も語っていきましょうか。本日ね、語ることはこいつでしょう。さて本日語っていくのは何か、こいつです。ピナーベイトオンシャットテールかなってやつです。最近流行りのボリュームベイトというやつですね。こいつの解説、をしていこうかなと思います。まあ今年のトレンドの一つですよね。まあ今年のトレンド一つはホバストかな。でもう一つがこのボリュームベイトだと思うんですけども、今回そのボリュームベイトのお話をしていこうと思います。でそもそもボリュームベイトって何かって言われた時に、まあスピナーベイトにプラス大きなトレーラー、ボリュームのあるトレーラーをつけることによって使うスタイルみたいなことですね。でこれ自体は結構昔からあるスタイルなんですよ。でちょっと前の流行りっていうのはスピナーベイトにトレーラーをつけるっていうのはあまりしない、トレーラーフックとかそっちの方がメインだったんだけど、去年ぐらいから金森隆さんがスピナーベイトにシャットテールワームをつけるっていうスタイルを提唱し始めたわけではない、昔からあるスタイルなんだけど、まあそれをメディアで言い始めたのが一つきっかけかな。で今年になってそれをいわゆるボリュームベイトっていう名称でプッシュし始めた感じかなって感じ。でもスタイルとしてはもうそのスピナーベイトにトレーラーをつけるシャットテールワームだったりとか、スティックベイトみたいなボリュームのあるトレーラーをつけるっていうスタイルはもう今から10年とか20年とか30年とかそれぐらい前からずっとあったんですよ。改めて原点回帰ということでまたメディアがプッシュしてるのかなっていう感じなんですよね。でなんでこのボリュームベイトが今になって言われるようになったのかって言われると、基本的にはそのボリュームベイトっていうのはやっぱりこの時期低水温から春にかけて効くからなんですよね。だからよく言われるようになってきた。で今回そのね、なぜボリュームベイトが、よく効くのかっていう説明とプラス有効な道具立てみたいなのをね、ご説明していこうと思います。でまあ冬から春にかけてなぜボリュームベイトが効くのか、これはジャークベイトの話でもしたと思うんだけど、やっぱり低水温期っていうのは魚の動きがスローダウンするんですよね。でなんでそれに合わせてルアーもスローダウンしていかなきゃいけない。早く動かす、まあ、ジャークして動かして鋭いアクションを出すにしても、まあ、止めだったりとかより短い移動距離で動かすってことがすごく大事になってくるんだけど、巻くことに関して言ったらスローに巻くっていうのがすごく大事で、スローに巻くだけでもいいんですが、やっぱりそのでかい魚っていうのはより強いルアーとかルアーパワーの話ですよね。これもルアーパワーのあるボリューミーなルアーっていうのを求めてるから、ゆっくり引きたいんだけど強くないとダメなんですね。でルアーのスピード感っていうのはやっぱりゆっくり巻くより早く巻いた方が強く動かした方が強いんですよ、当然だから。だからそれだけ鋭くなってしまうんだけど、そうしちゃうと今度反応しない。だからゆっくり巻くのに強いっていうルアーが必要なんです。でこれの代表なのがボリュームのあるルアーなんですよね。だから冬のビッグベイトパターン、スイングベイトパターンとかっていうのはそれが効くんですよ。でかい、物理的にでかいから、仮にゆっくり動かしたとしてもそれこそ止めたとしてもその存在感、でかさから来る存在感っていうのが強いアピールになるんですよね。だから効くっていうのがある。ボリュームベイトってはその系統なんですよ。なんで系統としてはスイムベイトとかビッグベイトとかアラバマリグとかあの辺と同じ、あれよりもよりスケールダウンしてより対カバー能力を上げてるんですよね。まあ、スイムベイトとかビッグベイトアラバマってやっぱ根がかるんで、それをカバー際とかをよりタイトに攻めたいとか、ボトムをコンタクトさせながら引きたい、まあ、いわゆる釣れる幅、釣りができる範囲をより広く取ってやって、かつスケールダウンしてやったのがボリュームベイトかなっていう感じです。ビッグベイト、スイムベイト、アラバマっていうのはやっぱりそれなりにこれが釣れるんだとか、これやりてんだとか、これが好きなんだとか、そういうのがない限りはなかなか手が出しづらいジャンルだと思うんですよね。今の時代アラバマを興味本位でやり始める人なんかいないでしょ。アラバマ絶対効くわとか、アラバマやりてとかっていう人じゃないとアラバマやんないでしょ多分。でもボリュームベイトぐらいならちょっとやってみようかなでやる人もいるんじゃない。まあ、そういうスケールっていうか敷居の低さっていうのもボリュームベイトの一つの魅力かなとって思います。で特に冬から春にかけてそういったゆっくり強く動くルアーっていうのがすごく効く。特に春、この春時期は、ジャークベイトのところでもお話ししたんですけど、鋭く強い速い動きっていうのに魚がどうしても警戒してしまうんですよね。だからゆっくり動かしていかなきゃいけないんだけど、ゆっくり弱く動かしてしまうと今度はそのルアーパワーみたいなのがね低くなってしまうんですよ。で特に春の時期の魚っていうのは、特にプリスポーンの魚とかねっていうのはあんまりその細い餌を食いたいとかそういうのはないのです。すごく無視しやすくなります、ルアーパワーがないルアーっていうのは。その点強いルアー
まあもう本当にいろんな意味で強いルアーっていうのは魚も無視できない、お前邪魔だなこの野郎という感じになりやすいんで、実はシャットとかよりもビッグベイトとかの方が釣れる時期になるのが春なんですよね。ただそのルアーの強さをスピード感とか勢いで出せないんです。それを出してしまうと今度は逆に警戒してしまう。だからゆっくり動くんだけどめちゃくちゃ強い、無視できない強さがある。これがすごく春プリスポーン、特にプリスポーンの時期大事になってくるんであって、それの筆頭っていうのがボリュームのあるルアーなんですよ。で今まではそれがビッグベイトとか全ベイトとかそんなんだったんだけど、今年のトレンドはボリュームベイトになってくるわけですね。でまあこんな感じ、スピナーベイト、まあ、2分の1、8分の3オンスぐらい、8分の5でもいいかな、オンスぐらいのスピナーベイトに4インチ前後のシャッテルワーム、これはスイングインパクトハット4.8インチだからちょっとでかいんだけどまあ4インチぐらいのシャッテルワームをつけてやる。で本当にゆっくり巻くっていうのがすげえ簡単だけど効くんですよね。っていうことでまあ今年流行ってんのかなと思います。で、そういったボリュームベイトをこれからやりたい、ちょっとやってみようかなって思う人に対してちょっと有効な道具立てっていうのをちょっとおすすめ言おうと思うんですけども、で僕がボリュームベイトで非常にいいかなと思ってるタックルはこちら、流行って7号もうねドンピシャです。ドンピシャなんだけど、何がドンピシャなのかって言われた時に、基本的にはこのスピナーベイトのスローロール、まあ、ゆっくり巻くっていうスタイルに関して求められるタックル、特に竿の特徴は底物ベースの巻き物竿なんですよね。本当の巻き物竿っていうのは、まあ、本当っていうかガチガチの巻き物竿っていうのは、まあ、このゾッティーンの 170MG みたいなバリッバリのグラスロッドなんですよね。これでしっかり乗せていくっていうのがバリバリの巻き物ロッドなんだけど、こういったバリバリの巻き物ロッドって得てして感度低いんですよ。で感度っていうのはむしろ求められてない、邪魔なものとすら考えられてるからこそのそれでもいいんだよっていう話なんだけど、ことこういうボリュームベイトの釣りに関しては感度はないと困っちゃう。だからといってジグテキサスで扱うようなパリパリの感度、ガリガリの感度っていうかね、極限の感度を求めてるわけでもないし、ましてやファーストテーパーで掛け調子の竿っていうのは巻き物には向かないということで、じゃあどういうものが必要になってくるのかっていうのが、先ほど言った底物ベースの巻き物竿なんですね。だから底物ができる感度、張りもありながらも巻き物もできる粘り、曲がりっていうのが必要なんですよね。まあ、それを高次元で満たしてるのが、まあ、このハヤテ75とかまさにそうなんですよ。このハヤテ75の特徴ってもう粘い曲がるティップヘビー、特性としては非常に巻き物竿向けの竿だと僕は思います。ただ感度がめっちゃいい。もちろんファクトの 70H とかああいう完璧なジグステキサスロッドみたいな、あんなに比べたら必要最小限の感度しか与えてくれないんだけど、それが逆に巻き物においてノイズを減らしてくれてる。だから非常にこういう感度重視の巻き物っていうのに対してハヤテ75めちゃくちゃいいし、まあハヤテ75じゃなくてもそういう底物ベースの巻き物竿っていうのを選んであげると非常にいいと思います。でこれボリュームベイトじゃなくて普通のスピナーベイト、特に僕シングルブレードのスピナーベイトとかをよく使うと思うんですよ。この前のブレードいらねえって言って、それっていうのは投げやすさ、巻きやすさ、回収しやすさ、落としやすさ、操作しやすさとか、いわゆる釣りのテンポ感を重視したセッティングなので、こういう竿ではあんまり扱わないです。ハヤテ75で釣りをしてしまうとどうしても釣りのテンポが遅くなっちゃうんですよね。まあ長い、だるい、硬いっていうのがあって、もっと短い竿でバーンって投げていくからかって、ね、マシンガンキャストですね、まさに。っていうのがしたいってなったらもうタックル自体も変えていかなきゃいけないんだけど、ボリュームベイトに求められるものっていうのはそのスピード感とかテンポ感ってないんですよ。結局投げてゆっくり引いてくるっていうのが絶対条件というか前提条件に存在する釣りなので、タックルもそういったそのボリュームのあるルアーを背負えるだけの、まあ、粘りとか強さがあればテンポ感を無視して構わないと思います。だから竿の長さとか硬さとか張り感とかっていうのは比較的長くてだるくてでも感度いいっていう竿が求められるかなと思います。ハヤテ75以外で何があるか知らん、まあ、スティーズのウェルズリーとかそうなんじゃない、テンスイロットとか
スイムジグとかを扱うのに都合いいロットを選んであげればいいかなと思います。この底物ベースの巻物竿っていうのは、そのボリュームベイトもはじめ、普通のスピナーベイトのスローロールだったりとか、スイムジグとかビッグベイト、アラバマ、あの辺がすごく使いやすいかなと思います。はい、そんな感じですね。なんで、これから、一年中効くテクニックっていうわけじゃないというか、一年中全然効くとは思うんだけど、特に効果的になってくるのはこれからの時期ですよね。冬から特に春と、これからの時期めっちゃ効いてくるんじゃないかなと思うんで、でもこれがさらに季節が進行してアフターの個体とかが増え始めると、わざわざボリュームベイトを出す必要も薄れてくるかなと思うんで、本当に今のテクニックだと思います。なので、1年中やってもいいけど1年中やってもらって構わないんですが、その効果をより感じたいというのであれば、もう今すぐやった方がいいかなと思います。ということで説明を、今回させていただきました。これもね、実調動画撮ろうかなと思ったんだけど、雨なので撮ってないということで、次の調校でできたらいいなとは思うんだけど、来週ちょっと忙しいんだよな。いいや、なんとかなるでしょう。はい、ということで皆さん行ってみたらいかがでしょうかということです。今回はこれぐらいにしておきますか。またどこかでお会いいたしましょう。ソララでした。